京急パラダイモンの城です。ニューナシュントです。ガブシです。チャミオケイエモンです。思ってたオープニングとちゃう。そっちの挨拶は？あ、じゃあ、エーシスのカメムシです。ショウでございます。リョウマルでございます。リムくんでごっす。よろしくお願いします。誠に。やりづれー。大丈夫だ。やりづれー。そっちのツッコミちゃんと今日ボケれる思ってきて。終わんないよ。終わんないよ。ということでですね、今日は親睦会みたいな感じでバーベキューをしていこうかなと。それが嬉しい、マジで。で、バーベキューなんだけど、ちょっとまあ大食いっぽい感じです。大食いにしたい。や、違う、違う、と思うじゃん。はいはいはい。多分ね、意外と多い。あの、量で言うと一応1万円分。ああ、はいはいはい。なんか割とデパ地下のちょっといい精肉ね、うまそうやもん。買ってきたんですけど、量がまあ3キロぐらい。うん、ビール入れて3キロぐらい。ビール入れて結構やる。じゃあサムネは5キロ。じゃあサムネは5キロにしとくか。10個や。10個。結構まあ多めの焼肉をしていこうという感じ。マジ嬉しい。お互いもうさ、毎日投稿して今多分夏休み結構疲れてるじゃん。うん、今日サボります。まさに決定しました。まあ疲れてるから、まあ、癒し的なね、うん、休憩会のたまには必要じゃないですか。うん、なんで楽しくやっていきましょう。しゃあ、やっと取れるわ、キューパラさんと。今日はどっちが死ぬかな。なんで焼き肉でしたの。どういうこと。ということでですね、僕たち今年内までに20万人の登録者を目指して本気で頑張っているので、ぜひよかったらチャンネル登録と高評。なんでそんな静かな、みんな。いやいや、大丈夫です。いい、逆に。あ、じゃあもう一回、もう一回。オッケーオッケーオッケー。盛り上げろ。いきますよ。ということでチャンネル登録。どっちのパターンやる？選ばせてあげる。選ばせてくれる。中間はないよね。中間はないです。0か100です。じゃあ2個目使うわ。2個目なんよ。ということで、まあチャンネル登録、高評価、通知をお願いしますということでございます。お願いします。よし、オッケー、じゃあやっていこう。はい。まずは、まずは龍馬と組み合わない。ああ。マジでやめな。これカットしていいよ。楽しいキューパラの人の撮影。いや、マジお前らのチャンネル覚えてるよ。あー、きた。いや、しかねえよ、多分。幸せ。じゃあ、乾杯する。はい。いや、行きます。乾杯。はい。うわ、俺らでもないよ、あんま金使う企画すんの。あ、ガチ超久々。なんか申し訳ないね。思ってねえだろ。思ってる顔してねえよ。いい調整のツッコミ。より入りたくなるでしょ。よりボケたくなっちゃうし。今日は多分もう撮影終わる頃ヘトヘトよ、多分。え、なんかタイマーの匂いする。え、知ってるんじゃない。まさか。でもなんでタイマーの匂いわかるんですか。あ、なんでタイマーの匂いわかる。それ吸ったことあるからよ。やばいやばい。だからよく歌舞伎でブリってんだ。そう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 。ね、歌舞伎ブリブリだよね。否定しろよ。うわ、マジめっちゃうまそう。夏すぎない。やば、仲良くしていこうよ。まず何一枚分。中二でコラボ。中二でコラボしたいわ。オーケー、翔で。うわ、ミンツ考えないよ。いや、ってるな。いくてら、じゃあニキポに渡そうと思って。あ、もう食べちゃった。おお、なんで。うまー。あ、食べるねえわ。マジで。なんかそういうのやめようや。お前もか。食べますよ。よっしゃ、やっとや。お腹へ、あ、え、そうやろ、マジ大変だわ。本当に早く食べ。いただきます、してないで食ってる、もしかして。はい、さっきしたもんなくて、2人でしたもんね。一応ですね、いいんでね。はい、せーの、いただきます。はい、これは何の肉。それ焼肉とかじゃない。なんか焼肉とか全部そうなんや。語彙力やばいな。うるさいな、俺のミス一気に集中。俺ら人の穴を探すから。うまい。うん、これめっちゃうまい。やっとでも千尋くんとコラボできたね。いや、本当にこれは嬉しいわ、俺は。意外と長か、長くはないか、最近か。そうね、半年ぐらい前に知り合って、そっからよく一緒になって。何、いや、キャラが違うすぎて多分分からへんと思うけど、昔大物 YouTuber でした。え、そうなんすか。あれ、犬引き取ったって嘘ついた人。犬引き、やばいやばいやば。悪い。あれ、じゃ何と浮気して別れた人。浮気じゃない。リーダー。エンディングっていつもどうやって撮ってる。
初対面千尋とみんなは。俺は多分全員合ってるね。合ってるか。うん、ミキポは俺も全員合ってますね。シュンタは。あ、俺初めてです。初めまして。そうだよ。でもさっき耳打ちで4ピース誘われた。え、意外とそっちだ。あと2人誰じゃん。あと2人が気になるわ。どこまでこう出してるないわ。確かに結構でもオープンじゃない。俺ら全部出してるよ多分。うん、言ってる。あー、言ってないんだ。言ってない。言ってる。やばい、はい、カットで。でもなんかその言えるラインってあるじゃないですか。その言えないラインあるじゃないですか。あー、確かに。性病持ってること持ってねえわ。それそれ、あの絶対にやめろ。りんちゃん、ちょっとやめろ。いや、待って、誰が一番性病かと思った。なったことないんだよ。なに、そういうキャラ。いや、嘘だ、嘘だ。この前、点滴言ってたもんな。こいつめっちゃ点滴打ちいくから。めちゃめちゃ、すごい。何の性病いっぱいなる。全部制覇してると思う。何回数えらんない。えぇ、そんなに。本当にとりあえず一回人生を。あー、自分の指出そうよ。あ、指ね。うん、何回か。オッケーオッケー。いいよ。せーの。あ、そこそこ。え、あー、俺本当にないじゃん。あれ、お前 1?1 個しかない。え、なんでそんな意外みたいな。やめてよ。嘘ついてる。誰そんなピースしてます。でももう指にも出されへんし。指出せないから。友達で両手じゃ押さないから。すぐ仲出しする方なんだよ。え、そうなんだ。ええ、ちょっとキャラかぶりしてない。大丈夫そう。嘘、嘘、仲出しないよ。仲出しないの。エースめっちゃする。よくやる。そっちって誰が一番さ、なんかトータルヤバい。いやー、どうやろ。なんかもうトータル性的なこともそうだし、お金系のクズとかもそうだし、トータル人間性。あ、そう、クズさんってこと。そう、人間的にゴミランキング1位でもそう。え、じゃあ一回4人でさ、せーので指さし。これでもメンバー間のその信頼が崩れる可能性もあるからね。じゃあ一回目つぶって全員指さしたら。あー、分かりました。はい、じゃあ全員目つぶってください。いきますよ。せーので指さして。はい、せーの。手を下ろしてください。はいはいはい。目開けてください。絶対俺だ。お前らなんかやったよ。二票二票で同率です。なんで俺二票なの。 M 君ゼロ。 M 君はもう指させるほどじゃない。動画で言ったらあかん。ああ、クリーンでやっていきましょう。口ずさんやったから指一本だっただけでみんな僅差だけどね。まあ確かに。あれがあるよ、女ゾーン、お金ゾーン、いろんなゾーン。で、キューパラどうなの。気になる、それが気になる。おいおい、目閉じろ。キューパラのチャンネルやね。じゃあ、目閉じる。目閉じるもん、とんで閉じなくても変わらんもん。変わらん、変わらんです。せーの。やぁー、すぐやん。ぶち切りだよ。それで、すべて、もう星みたいな。おかしすぎ。それで妊娠しちゃったりとか考えないのちょっとおかしいと思う。確かによね。毎回考えて毎回結婚するつもりでやってます。おお、かっこいい。かっこよくねえよ。バカキモいよね。ニッポさんって呼ぼう。まだ何か言ってる。もうね、お肉なくなってきてもうて。確かに、焼肉やってますよ。本当に大丈夫、手下たちがおるから。手下たち、俺ら歌詞無限持ってるからね。あ、そう。だからそうそう、タバコ一本ごときのカメラ。ちっちゃお前ら。え、でも2人プライベートでエピックスしてる。してないわ。まあ強すぎるから。え、でもだって脇尾くんは確か YouTuber で一番前で行きましたね。ええ、それはゲーム実況 C やって言ってるからさ。しなくん、待って、するって最初言ってたよ。もうこいつらと出会って変なになった。いや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 、最初からやったやんか。リキポン君のクズエピソードもうちょっと聞きたいけどな。でもね、割と言っちゃったよね、もう動画でね。隠してることがほとんどない。そう、本当にない。千尋のエピソードとかなんかある。クズ、うん、だってそう、クズですやん。クズですやん。相当クズですよ。なんかクズのジャンルが俺らは違うよね、多分。確かに、別のクズ。ニヒポンは割とオンライン振り切ってるけど、俺、金、えっ、なんか銭ゲバだから。盗んだりする。しねえよ。しねえよ。そうなの。いや、しないしないしないです、そんな。けど、なんだろ、オタクと密会してお金もらったりとかはしたことある。あー、まあまあまあ、それは。で、え、でも俺がさ、今借金100万あるんやけどさ、その100万持っていったら、千尋さん。そうですよね、確かに。じゃあ返して、今すぐ。早く返して。やっぱクズなんじゃん。俺はでも、どこかって感じやけど、逆に。なんかバランス型だと思う、クズの。一本の介護から。ああ、まあ成長していかないだから。第2陣の焼肉、はい、来ましたけど。いや、これやばいよ、多分。これはやばそう。マジでうまそう。これ結構高く、多分一番高かったよね、これ。いくら、これで。2万とかするんじゃない。いや、1万円ですけど。トータル1万で2万はバカでしょ。めちゃめちゃお金持ってるしね。銭ゲバ言ってましたもんね。でさ、
俺この間 YouTube ライブ初めてしたの。初めてっていうかスパチャオンにして初めてだった、うん、あ、ちょっと食べようか、はい、これ食ってもいい？いいよ、食べよう。うまそう。食べたい食べたい。うまっ、やばっ、オーバーリアクションいいよ。いや、マジでうまい。あ、じゃあなんだっけ、なんであれよ、 YouTube ライブを初めてスパチャオンでしたの。うん、してたよね、そっちは。うん、めっちゃすごくない？あれ結構くるね。あれやばいよね。いくら来たの？え、じゃあ先言って。俺らはまあ12万ぐらい、40分ぐらい。ああ、そっか、うん、俺らはだらだら話しながらやって3時間ぐらいしたよ。やばっ、すごいな。で、45万やばっ。え、嘘でしょ。ちょっと肉買い出してくれ。おぉ、1万円ってケチってるね。違う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 。え、そっから3割ぐらい YouTube が持ってくるでしょ。まあやっぱすごいんだよ。え、そっちもね、すごいよね、ファンのみんな強いで。めちゃめちゃやで。要は風俗嬢って呼んでも怒んないぐらい。前に行く言ってましたね。ちょっとじゃあ頼みますよ、チャンネル登録。キュッパラを解除して AC と変わると思う。あ、おい、おいおじゃないですか。え、AC と違う。毎日シーズン毎日投稿はでもどう？結構結構きついんじゃない？めちゃめちゃしんどいよ。ちょっとそれいきなり始めたからさ、すごいよ、大変。俺らも結構ダラダラしてて急に始めたね。マジでだから2ヶ月ぐらい前から準備したのよ。あ、はいはいはい。なんか軽くね。それらいつから準備したの？前日。いやいや、そっちがさ分担してるじゃん。1日1本1人みたいな感じで4人で分けてるからいいけど、俺らの場合俺が最初にカット割り全部してある程度のテロップ入れないとそっから編集すごいから、それで毎日とかやばい。そう、そう考えたらだから超やばい。じゃあニキポンもちゃんと編集してる？うん、おしてるよね。おどや、やっとやっとや来れるようにはなったけど、編集に寝坊遅刻とかが多いね。やっぱ全然いい。優しいな、寝坊と遅刻。一番遅刻が多いのは誰なの？ニキポン。あ、ニキポンか、やっぱり。いや、多分本当はさ、俺もめっちゃ遅刻するじゃん。俺も寝坊するんだけど、俺の家だから撮影場所。ああ、だから寝坊とかないの。いや、ニキポン悪くないよ。なんで？俺の家やったら絶対ない。寝坊せ、エムクの家やから。いやいや、全然自分家にいないじゃん。確かに最近来る。なんか渋谷の近くぐらいでいいじゃね。とかそういうところ。あれ、今朝も前輪でしたね。そうなんや。え、お前カットにしようとしてる。キューパラ界のゆうかはどう？青髪やからやろ。全然逆に優しいやろ。借金くらい。俺は多分一番ちゃんとしてるかも。いや、もうしてそう。エイシーズに一人ぐらいまとめるやつ欲しいわ。全員クズだからちゃんとならないんでしょ。その毎日走行も準備できないんでしょ。そうなんよね。で、俺らも全員クズだけど、こいつだけまともだから分かれてる。確かに。こんなクズが全員画角に集まることない。やばいよ。画角外もね。いや、もうちょっと。カメラ外もが一番すごいから。ボスボスボス。裏ボスが。徳ちゃんもだって動画そっち出てるでしょ。出てる出てる。アツシさんもこっちの動画出てるから。おっ、出てる。田中、田中、うちの。どっちも28歳。あ、そうね。一日違い感じ。ええ、仲良しじゃん。それも乾杯したくないんですか。はい、すごい。ありがとう、ありがとう。とりあえず食い切るの目指して。僕もう結構きつい。結構頑張って食べてるけど結構結構少ないと思いきや意外と多かったでしょ。うわ、マジか。やった、めっちゃちょうどいい食事だよ、これ。はい、ということで良きライバルとしてね、レシーズで。あー、嬉しいです。そう言ってもらえて。定期的にコラボを上げていきましょう。毎回一番企画しよう、そっちは。こっちではまあ結構な、えぐいことをしてもらうことになる。俺らもするよ、全然。あ、お、たまたま今回クリーンなだけで。内容クリーンじゃないけどね。確かに。結局多分クズ7人集まったらこうなんだよ。ということで、それじゃまた次の動画で会いましょう。バイバイ。はい、どうも、アルタントとシュンタです。いやー、マジでね、バーベキューしてるだけなのにこんなに内容が面白くて、こんなに内容がやばいのは多分キューパラと AC 図くらいかなって思いました。次はあっちのチャンネルで暴れ散らかしたいなと思ってるので、両チャンネルをチェックお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。